はい、こんにちは。こんにちは。小宮山です。青津です。今日なんですけど、今日はですね、トレーニングの前後、まあ、トレーニング中も含めて、まあ、どういう食事であったり、まあ、サプリメントを取っていくのが、まあ、かっこいい体を作っていく上で効率的なのかっていうのを、青津先生にですねお伺いしていきたいなと思うんですけど、まあ、まずトレーニング前っていうのは、はい、どうですか？なんかよくね、お客さんからも聞かれると思うんですけど、はい、トレーニング前って何食べればいいのとか、何時間前に食べればいいのとか、はい、どんな感じですかね？実際ね、人によって合う合わないはあるんですけど、僕はトレーニング前、お腹が空いてるよりは、お腹に、入ってる方が、基本的には力が出やすい感覚なので、できれば、1時間ぐらい前に、食べるなら固形物、おにぎりだったりとか、そういった炭水化物、極力胃に負担かけたくないので、油っぽいものは控えてもらった方がいいかなと。で、よく言えば、1時間半とか2時間前とかでもいいんですけど、逆にそうするとお腹減ってしまったりもするんで、1時間ぐらい前かなと。30分ぐらい前にもし、食べたいなとかっていうのであれば、ドリンクのものだったりとかゼリー状のもの、なるべく胃に負担かからないものを摂取してあげたらいいじゃないかなと。ドリンクでもそのカーボドリンクっていうような、そのエネルギーが効率よく摂取できる、そうですね、そういうサプリメントっていいんですかね。そうですね。とか、そのゼリーもあれはあれですよね、ウィダインゼリーとかですよね。ウィダインゼリーもそうですし、カーボのゼリー状のものも出たりもするんで、そういったものを取ってもらえたらいいんじゃないかなと。で、トレーニング中はどうですか？ BCAA とかアミノ酸系ですよね。どうしてもトレーニングすると、筋肉って分解されたり壊されてしまうのを、抑制してくれるものになるので、いくら頑張ってトレーニングしても分解されて、続けてしまうとやっぱり、回復しなくなってしまうと、非効率なトレーニングになってしまうので、トレーニング中、アミノ酸に関してはトレーニング前にも飲んでもらっても構わないんですけど、トレーニング前、トレーニング中飲んであげたらいいんじゃないかな。BCAA とか、EAA とかですかね、はい、というのを飲みながらやりましょうと、はい。で、そうですか、その EAA とか BCAA の中になんかそのカーボパウダーみたいなのは、例えば、トレーニングしててなんかもう力が出ないなとか、パワフルにトレーニングできないなっていうのであれば、僕は減量の時はあまりそのカーボ系のものはドリンクには入れないんですけど、例えば BCAA とか EAA の中にカーボドリンクのものを入れてあげても、全然構わないかな。で、最後はトレーニングコース、終わった後はどういう感じで、よくねプロテイン飲みましょうとかいいと思うんですけど、はい、大体時間配分といいますか、よくね、ゴールデンタイム、よく聞く言葉なんで、ですけど、大体30分ぐらいを、目安にプロテインを、なるべくその時間帯に、取ってもらって、より良い筋肉に対して栄養を取ってあげる。で、その時に先ほど言った、炭水化物、おにぎりだったりとかっていうものも一緒に取ってもらった方が、筋合成、筋肉がしっかり回復するので、そういったものを取ってもらってもいいのかなと。っていう感じですかね。そうです。まずトレーニング、1時間から2時間前ぐらいにおにぎり、炭水化物を食べて、で、トレーニング前、ちょっとまだそれでも物が少なって感覚がある人は、そういうドリンク系、ゼリー状のものを直前に取ってもらって、はい、トレーニング中っていうのは、BCAA だったり EAA とかアミノ酸で力をも、トレーニング中の力をもっと発揮したいという人は、それにプラスカーボパウダーみたいなのも入れて、トレーニング終わったらプロテインを、しっかり取って、トレーニングと一緒に炭水化物、いわゆる糖質ですね、のものも取ってもらえると、より筋肉合成が高まりますよと。そうですね、これはいわゆる基本的な、そうですね、基本なんで、必ずしもこれが絶対ではないですし、はい、僕もいろいろ変化つけながらやってますので、自分にあった腸内環境の問題とかもあったりして、合う合わないもあるので、そこは体と相談しながらやってもらえたらなと思います。やっぱり結構小手先のサプリメントって、いわゆる最終的にじゃないですか。そうですね、まずは普段の、1日3食だったら4食の食事プラストレーニングが、ちゃんとできてて、さらになおかつパフォーマンス上げていこうとなった時のこの細かいサプリメントの形になってくると。そうですね、もっとね細かい情報っていっぱいあると思いますし、実際アワーズももっと細かいやり方でやってますけども、まずはこういう基本のところからしっかり押さえていくことが大事なんじゃないかなと思いますので、まずはここから始めていってもらえると。そうですね、いくのかなと。まずこういう細かい食事、実際アワーズがやっている食事とかっていうのも今後公開していきたいなと思いますので、またもっと詳しいことが知りたい方は、そちらの動画も見てもらえるといいかなというふうに思いますので、今日もですね最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。